皆さんこんにちは、くーです。はい、今日はですね、世界の果てまでイッテ Q の手越優也さんの後任は誰かを考えてみました。先日発表があった通り、手越優也さんはジャニーズ事務所との契約が終了してしまい、ジャニーズ事務所を退所してしまったんですけども、それに伴いイッテ Q も降板することになりました。少し種類は違うんですけども、ゴチになりますっていう番組でも、国部くんだったり中島健人くんで、今マッスーと、ジャニーズ枠が続いてるんですけど、僕は世界の果てまでイッテ Q も手越優也さんの代わりに、ジャニーズの方が後任としてやるんではないのかなと想像してます。そこでまずネットに予想されてる方々を発表していきたいと思うんですけど、まずは King&Prince の平野翔くん、あとセクシーゾーンの中島健人くん。まずこの2人についてお話ししていくと、個人的には平野くんか中島くんだったら、僕は平野くんの方がありえるんじゃないのかなと思います。中島くんだと、なんていうんですかね、綺麗な中島くんというか、そのやっぱキラキラ王子様でいる中島くんを好きっていう人もたくさんいると思うので、イッテ Q とかって体張ったりすると思うんですよ。時には虫を食べたりですとか、そういったところで中島健人くんの良さでもある、その王子様だったりとかキラキラしているところがちょっと変わってしまうんじゃないのかなっていうところで、中島くんは僕は少ないんじゃないかと思います。で、次に平野くんなんですけども、平野くんも中島くんよりは可能性はあるかなとは思うんですけど、ただそれでも平野くんも少ないと思います、可能性は。っていうのも、平野くんはもうすでに、映画だったりとか番組とかもよく出てて、King&Prince の、センターでもあるので、体を張ったり怪我とかももちろんする恐れっていうのもあるので、そういったところで、平野くんをレギュラーとかにするのは少し考えにくいかなと思います。次は僕の予想になるんですけど、僕は2つ大事な要素がありまして、1つはバラエティ力、あともう一つは運動神経ですね。イッテ Q でレギュラー出演している妹さんですとか、宮川大輔さんとかも、もう結構今年、妹さんでももう35近いので、やはりその、いくら体鍛えてると言っても、どうしてもやっぱその年齢に勝てない部分ってあると思うんですよ。で、手越優也さんももう30代入ってたので、本当に20代でもうすごい体を動かせるっていう方が少ないっていうのも多分あったと思うんですよ、イッテ Q で。なので僕は、今回公認になる方々はもう若い20代の方々がなるんじゃないかと思います。僕は今回3人挙げさせてもらうんですけど、1人はスノーマンの佐久間くんです。佐久間くんの理由としては、アクロバットとかもすごいできるので、そういったところで体を張った企画をじゃんじゃんできるんじゃないのかなと思うのと、あともう一つはバラエティ力だと思います。っていうのも、イッテ Q見てる方々だったら分かると思うんですけど、伊藤麻子さんって、その番組見てる中で合いの手とかでよく入れると思うんですよ。その VTR 見てる時に、あ、分かる分かるとか、え、何これとかいう、その合いの手みたいなのを入れていて、それってきっと番組を作ってるスタッフからしたらすごいありがたいと思うんですよ。ずっと無音で撮った映像だけ流れるっていうよりは、戦車の方々が声を出しているっていうところだと、僕は佐久間くんはかなり適任だと思います。よくテレビに出てる時も、そうだそうだっていう合いの手を入れたりとか、佐久間くんがカメラでピンで映ってなくても、しっかりちゃんと声を出してるっていうのはすごいもう印象がありますね。しかもスノーマンは最近デビューしたばかりでかなり勢いもあるので、ここでスノーマンの方を一人イッテ Q っていう人気番組に持ってくることで、かなり視聴率とかも上がっていくんじゃないのかなと思います。次に2人目です。2人目はストーンズの森本くんです。これも佐久間くんとほとんど意見は同じなんですけど、まず森本くんはもう破天荒というか、無邪気な明るさというか、若々しいういういしい明るさっていうのは、世界を飛び回るこういったバラエティには必ず必要な用途だと思いますし、あともう一つは先ほどの佐久間くんと一緒でアクロバットとかもできますし、運動神経も多いので、そういったところで、体を張った企画とかができるんじゃないのかなと思います。3人目は King&Prince の神宮寺くんです。先ほどの2人とちょっと違って、その体を張るとかバラエティ路線っていうよりは、そのかっこいい路線といいますか、先ほどのセクシーゾーン中島健人さんと、ちょっとかぶってきしまうんじゃないのかなと思われるんですけど、ただ神宮寺さんは中島健人くんのような、そのセクシーサンキューだったりとか、そういったセクシーを売りにしてるっていうところまで、まだそこまで固定のキャラを作ってないと思うんですよ。
なのでここでイッテ Q に入って、まあ、神宮寺くんならではの新しいキャラを確立していったりですとか、やはりあと顔もかっこいいので、まあ、そういったところで、まあ、そのイケメン路線っていうのもそうですし、些細なことでもすぐパパってできてしまうってところがやっぱりジャニーズだなって思われるような王道のスタイルとして選ばれる可能性もあると思います。はい、今日はですね、まあ、手越祐也さんの後任である、まあ、ジャニーズの方々のお話をさせていただいたんですけども、皆さんはどうだったでしょうか。私はこの人が手越くんの後任になるんじゃないのっていうような意見がありました。ぜひコメントしてください。僕も皆さんの予想を見てみたいので、ぜひコメントお待ちしてます。はい、この動画が少しでもいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。今後もですね、ジャニーズタレントの方々のお話をしていきたいと思ってますので、何卒よろしくお願いいたします。バイバーイ。